はい、おはようございます。親父です。ここ新潟に来たね、目的の一つ、こちらもちろんね、ハードオフ聖地巡りっていうのがあるんですけども、それと対をなしてね、新潟に来たかったのがこちらのね、上杉謙信の城、春日山城、こちらに行くっていうのがね、もう一つの目的です。私はね、基本的に戦国武将はね、上杉謙信好きなんでね、ここにはね、来てみたかったんだね。来れたことがとても嬉しいですね。今ここはね、まあ、時間もまだ8時半回ってないぐらいなんで、今この展示的なものはね、見れないんですけども、ちょっとね、この周り撮影していきたいと思いますので、よろしくお願いします。レッツゴー。はい、でね、ここがまあ春山城あと案内図ということになるんですけども、まあ、現在地で行くと、まあ、今がここになりますね。このパーキングにいるような感じになります。ぱっと見ね、こう見ると本丸はもうかなり上の方なんで、結構歩いていくのかなという感じですね。いろいろお城行ってる中で、割と車でね、お城まで行けるんで、そういうことなのかなと思ったんですけど、今現在地ここの時点でここにね、登っていかないといけないみたいですね。先ほどね、この大手道っていうのかな、ここの駐車場がありましたんで、こっからこう登っていくと、ちょっとでも遠回りか、これまっすぐ行くのがいいのかな、どのぐらいちょっと距離あるかわかんないんですけどね。なんかせっかく、あ、でいろいろね、春日山おすすめビュースポットとかね、まあ、春日神社とか、まあいろいろね、ちょっとあるんですね、近くに。謙信公の墓もありますしね、なんか宝物館とかね、なんかいろいろあってとても楽しそうですね。まあ、ここにもね、春日山城跡のことが書いてますね。上杉謙信公の居城として知られると、本当に書いております。ここでね、展示なんかをしているのかな。まだ時間帯的にはね、やってないんですけど、閉館中なんで、まあ、9時ぐらいから開くのかな。うん、そうですね、9時から5時になってますね。謙信といえば龍が出てきますからね。上杉おもてなし武将隊、見どころが書いてあるのかな。なかなか雰囲気はいいです。天気もいいんでね、車がなんか続々と入ってきてるな。いやー、来ました、上杉謙信。上杉謙信来ましたよ。さあ、見上げてみますと、なんともすごい威圧感のあるお顔をしていると思います。ちょっと写真を1枚撮らせていただきます。やっぱり謙信かっこいいな。お、ここだとちょうど目が合うね。八重桜がね、こっちの方がね、やっぱりまだね、新潟ちょっと寒いんで、桜咲いてますね。いや、かっこいいですね。それでは行ってきます。桜が綺麗ですね。よし、じゃあ向こうがそうなんでね、ちょっと行ってみたいと思います。いや、あれが春日山になるのかな。はい、ということでね、大手道、大手道、どっ
どういうのかな、ちょっとわかんないんですけどね。この史跡の春日山城跡はね、ちょこちょこね、置いてありましたね。ウォーキングマップをね、ご自由にお取りくださいってことなんで、一ついただいていこうかなと思っています。よいしょ。この道は、大手道ですね。この道は江戸時代に描かれた春日山城の古絵図に大手道と記載されていたことからということですね。ここから春日山城に入ると最初に視野が開ける場所が番所であり、だいくつかね、ほんと入り口があるんですよね。さっきちょっと地図で見ましたけど。あ、検診口情報の QRL? どうしたっけ。まあ、それがありますね。向こうにはね、湧き水みたいなのがあったんですよ。そこにちょっと行ってみたいと思います。ここがね、大手道の駐車場になります。台数的にはね、いくらも止められないかな。15、6台ってとこなのかな。無料のね、シャトルバスが出てますね。検診校出陣、御前清水。しまった。五円玉ね、貯めてるの。要はお寺とか行った時に使えるように。でもこれどっかにお金入れたりはしてないな。かっこいいね。さっきからね、ちょっとね、ウグイスが鳴いてるのがね、かわいいですね。春日山旅館、なんとも味がありますな。一本の木たちがね、太いですね。はい、春日山神社の方に着きましたね。ちょっとね、暑いんで一回ここで私ちょっと服を脱ぎたいと思いますので、続きます。続く。